イリノイセントラル鉄道、イリノイセントラル鉄道、イリノイセントラル鉄道、報告記号は IC はイリノイ州シカゴからルイジアナ州ニューオーリンズアラバマ州バーミングハムを結ぶ路線を主要幹線としてたアメリカ合衆国にかつて存在した鉄道会社である。しばしば中部アメリカの本線メンラインオブ MID アメリカと称された。 また1870年に開通したアイオワ州、数式と結ぶ路線も保有していた。さらに、アイオワ州フォートドッジからネブラスカ州、オマハまでの1899年開通の支線、アイオワ州チェロキーからサウスダコタ州、スーホールズまでの1877年開通の支線もあった。カナディアンナショナル鉄道が1998年に買収して、現在は、 同社のサザンリージョンの一部となっている。イリノイセントラル鉄道は、アメリカが衆国初期の一級鉄道のうちの一社であった。その起源は、が、イリノイ州の北部と南部を結ぶ鉄道に免許を与えようとしたことにあるが、これはうまくいかなかった。1850年に、当時のミラード・フィルモア大統領が、鉄道建設に際して土地を供与する法案に署名し、これにより、 イリノイセントラル鉄道はアメリカ合衆国で最初の土地与えによって建設された鉄道となった。イリノイセントラル鉄道はイリノイ州議会によって公式には1851年2月10日に免許を与えられた。1856年に完成した時点ではイリノイセントラル鉄道は世界で最も長い鉄道であった。その本線は州の最南部の回路から 北西の角にあるガリーナまでを結んだ。またイリノイセントラル鉄道にちなんで名付けられたセントラリアから分岐する視線が急速に成長していたシカゴへ結んでいた。シカゴではミシガンこそいに鉄道が敷かれ、そして市街地では沖合に作られた埋め立て地を通っていたが、さらなる埋め立てや自然の堆積物により現在のウニ湖岸が東へ移動した。 1867年にイリノイセントラル鉄道は路線をアイオワ州へと延長した。1870年代から1880年代を通じてイリノイセントラル鉄道はアメリカ合衆国南部中で鉄道会社を買収し、あるいは延長していった。イリノイセントラル鉄道の路線はミシシッピ州では十字を描き、南はルイジアナ州、ニューオーリンズまで、そして東は ケンタッキー州、ルイビルへと到達した。1880年代には、ウィスコンシン州や、サウスダコタ州、スーフォールズ、ネブラスカ州、オマハなどへの北部の路線が建設された。20世紀初頭まで、さらなる路線が建設された。1972年8月10日に、イリノイセントラル鉄道は、ガルフモービルオハイオ鉄道と合併して、イリノイセントラルガルフ鉄道。 イリノイセントラルガルフレールロード報告記号アイクグとなった。同年10月30日に会社の歴史で最も死者の多いシカゴでの通勤列車事故が発生した。1980年代には会社はかつてのガルフモービルオハイオ鉄道区間を含む東西方向の路線のほとんどと南北方向の重複した路線の多くを別会社に分離した。 これらの路線の多くは他の会社に買収され、その中にはこの時に新しく設立されたシカゴミズーリアンドウェスタン鉄道、パビューカンドルイビル鉄道、シカゴセントラルアンドパシフィック鉄道などもあった。1988年にはその当時イリノイセントラルガルフ鉄道の親会社であった IC インダストリーズ。IC インダストリーズは残された鉄道事業全てを分離した上で社名を ホイットマンコーポレーション、ホイットマンコーポレーションに変更した。同社は2000年にペプシアメリカズとなり、2010年にペプシコに完全買収された。1988年2月29日に分離された鉄道部門は、社名からガルフを外して、再びイリノイセントラル鉄道に戻った。1998年2月11日に、イリノイセントラル鉄道は、 カナディアンナショナル鉄道によって買収され、1999年8月1日から統合された運営が開始された。イリノイセントラル鉄道は、カナディアンナショナル鉄道の親会社である、グランドトランクコーポレーションの傘下にある。イリノイセントラル鉄道の名前は2001年の鉄道開業150周年の頃まで使われ、続けたが、その後、 カナディアンナショナル鉄道の保守作業や機関車の再塗装などにより次第に同社の名前は消えていった。カナディアンナショナル鉄道の塗装に塗り替えられたイリノイセントラル鉄道の機関車は報告記号 IC を残しており運転台の脇にレタリングされている。イリノイセントラル鉄道はシカゴニューオーリンズ間の本線やシカゴセントルイス間における主要な旅客輸送事業者であった。 シカゴ・オマハ間の路線でも旅客輸送を行っていたが、この区間で営業する中で最大の事業者となったことはなかった。最大の旅客ターミナルはシカゴのミシガン通りの東12番通りに立っていたセントラル駅であった。メキシコ湾から五大湖まで南北に結ぶ路線のため、1920年代にアフリカ系アメリカ人の大移動を支えた交通機関となった。 イリノイセントラル鉄道で最も有名な列車は、シカゴからセントルイス、ニューオーリンズを結んでいた、豪華なオールプルマンカーのパナマリミテッドであった。この列車の運行に伴う損失のため、1967年にパナマリミテッドは座席者のみの列車であった、マグノリアスター、マグノリアスターと統合された。1971年6月1日には、 アムトラックがこの列車の運行を開始したが、そのすぐ後に、やはり、イリノイセントラル鉄道が運行していた中高の、流線型座席列車で、スティーブ・グッドマンが作詞し、アーロガスリーが歌った曲で有名になった、シティ・オブ・ニューオーリンズの方が残されて、パナマ・リミテッドの名前は消滅した。イリノイセントラル鉄道はこの本線沿いに、クレオール、クレオールや、ルイジアン、 ルイージーンなどを運行していた。グリーンダイヤモンドは、シカゴ、スプリングフィールド、セントルイス間を結んでいた豪華列車である。他の重要な列車としては、シカゴとスーシティの間を毎日結んでいた、ホークアイ、ホークイア、アトランティックコーストライン鉄道、セントラルオブ、ジョージア鉄道、フロリダイーストコースト鉄道、 を経由して、シカゴとマイアミの間を確実に結んでいた、ティオブマイアミ、シティオブマイアミがあった。1971年から、アムトラックが、イリノイセントラル鉄道の本線で、パナマリミテッドの運行を開始し、後にシティオブニューオーリンズに改称された。また、ショーニー、ショーニーも、シカゴとカーボンデールを結んで運行された。アムトラックは現在、このルート上で、 シティオブニューオーリンズ、イリニ、エリナイ、サルキ、サルーキの1日3本の列車を運行している。またかつてのイリノイセントラル鉄道の路線では、かつてのブラックホーク、ブラックホークのルートで、シカゴとロックホード、ダビューコを結んで列車を運行することが計画されている。この列車は、イリノイ州の補助によって運行される予定で、2009年に始まる予定になっている。 イリノイセントラル鉄道は、シカゴの通勤鉄道輸送でも主要な事業者であり、ミシガン通り沿いのランドルフストリート駅、現ミレニアム駅から南東の郊外までの電化された路線で、列車運行していた。同線では長らく1920年代の電化当初に導入された旧型電車が使用されていたが、1971年より新たに2階建て電車、 ハイライナーを導入し体質改善を図っている。この路線は最終的に1987年5月1日に2800万ドルでメトラに売却され ME 線となって今日に至っている。イリノイセントラル鉄道が所有または使用していた歴史的な備品がアメリカ合衆国中の博物館に保存されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。